中川文造、1893年から1978年は、日本の農民、商人、政治家。北海道広尾町議会議員を務めた。あだ名は、拙者文造。政治家、中川一郎、中川義雄の父、中川昭一の祖父。富山県西とな郡福光町出身。14歳の時北海道に渡り。 同等の壁地を選んで開拓に従事した。19歳で父を失った。以来、文蔵はたった一人で、一家建属を養うことになった。ある時は、田畑の作物が全滅し、また牛馬が人手に渡ったことも一度や二度ではなかった。長男の一郎が小学校二年生の時、文蔵は、開拓地を離れて、街中に住み、雑貨証券家畜商に転じた。 政治評論家の今井久夫によると、尊義となった文蔵は、ある時陳情のため札幌の道長に出かけた。そこで受けた待遇が文蔵の頭にカチンときた。そのカチンが中川の運命を左右する。道長の役人は、田舎の尊義をまるで虫けらのごとく扱った。その尊大な、威張り散らした態度に、文蔵は屈辱を覚えると同時に、 腹の底から怒りが込み上げてくるのを抑えることができなかった。よし、このあだは取ってやる文蔵はそう決意する。そのためには文蔵は、長男の一郎を一流の管理に育て上げ、同町のコッパ役人どもを見返す他はない。文蔵は工事を託するような気持ちで、息子の成長を見守り、その出世を期待する。1978年、一郎が、 農林大臣の養殖にある時に、85歳で、逝去した。道長の役人を見返してやろうと思った、文造の願いを、一郎は、10倍にも20倍にもして叶えてくれたと、文造は称している。長男の一郎と貞子が結婚したのは、1951年7月9日。札幌市中央区南14条西4丁目にある、弥彦神社で、 神前結婚式が行われた。二人の結婚に当初から反対していた文造は姿を見せなかった。中川家は文造の時に富山県西都並郡福密町から北海道広尾広尾町へ移住している。一郎の長男正一は都心の障害を持って誕生した。一郎の妻の貞子はこれを中川一族の地の生と信じ込み、夫の一郎に当たり散らした。 一郎の父文造が家畜賞をしていた、そのたたりだとまで言ったという、ありがとうございます。